あ、確かにココアのツイッターと、そう、これココアとお揃いなの、色違い、色違いなんです。てか明日さ、明日も PR 舞台のライブなんですけど、明日ポニーテールしてもいい？ハーフツインするとか言ってたけどさ、ずっと PR の時は明日ポニーテールにしてもいい？うどんのから欠けた歯はどこへって返信来た。どこ行ったんだろう。今日は決済完了しました。ありがとうございます。こんばんは、みりんが。テストの結果発表今日終わったよ。45分をお知らせします。今日はなんとハーフツインをしております。2年ぶりとかかな。最後にしたのは瀬戸セブンで、瀬戸セブンでなんかアサリが入ってるんですよ、やった時のやつかな。あの時も全員でハーフツインだったんですけど、多分こうやってね、みんなでやろうよって言ってくれないときっと私はもう一生やらなかったと思うので、ぜひ。タキヨのファンの皆さん、プーちゃんと福田に感謝してください。はい、感謝してください。福田の悪乗りです。ハーフツイン。え、本当に、なんか冗談かと思った。めっちゃマジ？嘘でしょ？って出てたもんね。そう、え、それ本気なの？本気？それともなんか嘘みたいな感じでめっちゃ聞いてた。ね、プリン取って。ごめんね。プリン。もらえそう、プリン。あ、連絡してない。もうショールーム始めちゃ、もう始めないと。携帯これしかないの？うん、あるやー。うん。なるほど。ちょっともう、あれかなと思って。そう、ふーちゃん、ふくちゃん、ありがとう。そう、なんかプリン差し入れ、そうなの、感謝してください。きっと二人に言われなかったら しなかったです、絶対。差し入れのだから、なんかみんなでやると楽しいね。でもこのハーフツインすごいなんかいい石に作ってくださってて、なんかちょっと気に入ってるけど、でももうやらないですけど、はい。なんか今日全然写真撮ってないから、あのすごい、あー揃っちゃってる。ショールーム見てくださってる方ぐらいかな。本当になんか私の写真わかると思うんですけど、私こうやって撮るから、あのここ切れてるんですよね、大体頭。だからハーフツインだろうがハーフツインじゃないかろうが、ほら分かんなくないですか、何してるか。こうやって見ないとハーフツイン分かんないから、なんか公演、今日の公演見てくださった方と、そう、なんかいろいろ探してくださった方、
これなんだ、パイン。あ、そう、アイリちゃんが、アイリちゃんか、いやもう呼ぶって言ったの。そう、あ、今ショールームしてるんですか。そう、ニンニク好きなんですってお話してもらいました。牙なくなっちゃった。ミカ、へえ、そう、でも嬉しいですね。なんかニンニク好きなの知ってくれてるのとか嬉しいです。アイリちゃんすごかったよ。なんか、うん、私が昨日ゲリラ配信でさ、うん、足の毛が映してたじゃん、事務所やってた時、うん、あれ見てたんだって。すごい、あれリサーチで見てましたって。すごい、リサーチ力すごい。怪我してましたね、大丈夫ですか。すごいすごいな。そんなこと言われたら秒でさ好きになっちゃうじゃん。ねえ、わあ、すごい、うん、キュンとしたね。キュンとしますね。私もなんか人見知りだから、ここはそうやって声かけてもらってすごい嬉しかった、うん、そう、ごちそうさま。あー、プリン美味しかった。容器見せて。かわいい。いいよ、おしゃれだね。え、映えだね。映え映え。そう、広島ね、なんか広島でもね会えたらいいですね。安愛さん結構広島の方何人かいらっしゃるから、うん、見て、安愛さんのカレーもらった。見て、サイン書いてもらって。ちょっとツイッターに載せたいので、あのちょっと背景とかちょっと隠さないね、映り込んじゃってる人とかいるから、ちょっとずるいやろ。ツイッター用の写真を、あとちょっと確認も取って事務所さんに OK をいただいたら載せたいと思います。今日は、はい、スタイドルさん今日来てくださった方皆さんと一緒に写真撮ってもらったので、はい、大放出したいと思います。カレーのお返しはもみじまんじゅうあげた。ぼかし、ああ、確かに STU カレーもあったな、そういや。確かに。なんだっけ、レモン味。カレーすごいとか言ってたけど。そういや。そうだ。ツイートしよう。写真でもなんか本人に聞いてないっけ、私載せていいですかって聞いてないから。あ、まあ、それは送った全部さっき。えらい送った。何好きだし、なんかあんまり言われることないから、そういうのめちゃくちゃ嬉しいです。いや、私落ち着けないな、この動画。ありがたい、びっくり、ありがたい。またどこかで、ね、ご一緒できたら。私落ち着きな、嬉しい。フリートに乗せよう。あ、ツイッターのやつだ、公式さんが出してたやつですね、今の。違う、ぼかしぼかし、そう、よいしょ、はい、どうしよう、
今日前髪切ったのあったんだけど好きすぎないこれ。前髪ミスったなと思ったんだよね。ちょっと待ってね。ちょっと調子乗って切れすぎた。へへ。あ、アイスクリーム食べたいなって今日思ったんですよ。じゃあツイートします。あ、待って、11時にしよう。11時ちょうどにツイートしよう。そう、カレーいただきました。見るの、あ、そう、おかえり。刃のかけらどこにあるんだろう。じゃん、私アイドルさんにサインもらうの初めてかもしれない。なんかメンバー以外で。かわいい。でも もともとメンバー以外のアイドルさんとあんまり知り合い、そのね、ご一緒することないから。下の席、今度席が決まった。お、あ、そうです、今日来てくださった4人の方のサインをいただきました。しかもその場でなんかそうお願いしました。心よく書いてくださりました。皆さん優しい。でもこれ結構辛いみたいなので練乳入れて食べたいと思います。そう、辛口と甘口があるって言って辛口をいただきました。辛いですね。ちょっとさ、ベロでさ、ね、そう顔やっちゃう。気になって、なんかギザギザになってるんだよね、かけたとこが。練乳必須ですね。11時になった、あと20秒。11時になった瞬間にスイート。ハーフツインどうでした？なんかどうでしたか？私全然ツイートしてないからさ、みんなの反応わかんなくって。ツイートした。今日さ、花柄の衣装さ、あれみちの服だったんだよね。だから緑だった。てか緑の方がいいわ、自分黄色似合わないんだって。あ、すごい、ハッシュタグユミリンメールで今ツイッターに載せたんで、みんな反応してくれてるの嬉しい。ありがとう、メールで言ってよかった。私って黄色似合わないって分かった。メールで言ってよかった。そう、緑の方がいい。みち交換してくんないかな。嬉しいって言ってたら、みちの配信始まったよ今。本当だ、始まった。水色か緑が良かった。優しい、みんな。ありがとうございます。ありがとう。メールで言ってよかった。黄色も似合ってた？まあみんながそう言ってくれたらいいか。ありがとう。これいつ頃確認取れるかな。確認取れますかね。あ、198日、すごい、ありがとうございます。優しい、みんな。ありがとう。優しい、優しい。なんかみんな今日優しいよね。やっぱ前歯が折れてる。マジで前歯が折れた。2日でね、あと2日で。今ツイートしたんで、ピースピース見といてください。めっちゃコンタクトが汚れてる。あ、ゆめに混んだことあった？あ、あった。よかったね。そう、あった、よかった。うん、朝の私に感謝。あった、しかもなんならめっちゃあった5日分ぐらいあった。やったじゃん。嬉しい、嬉しい。よくやった。さっきの確かに。あと2日歯が折れた人にひどいこと言えない。確かに、もう私本当に薬味やだ。なんかしたかな、なんか神様が怒るような。私のかけら、進化の流石のかけらみたいな感じで。ああ、ギルバトン忘れてた。
た。そうなのよ。10時15分だったね今日。あ、10時10分だったよね。そうなのよ。最悪だ。悲しい。10時まで覚えてたのよ。ねえ、滝野さん。あ、私に言った？はい。え、私ね、10時半に思い出した。ああ、え、終わってたの？終わってた。ギルバトに参加したいって言うと、ギルバトのチケットが欲しいの。うん、わかり、わかり。だって19時台もさ、あれだったじゃん、自分の公演だったし。わかり、福田わかり。わかり、福田わかり。うわー、悲しい。福田わかり。ギルバトね、あ、そう、今日もね、ラスアイさんとドライブのお話もできて。髪型かわいい、ありがとう。ハーフツイン、すごい。このハーフツインなんかこうなってるやつじゃなくてさ、ここにくっついてるから、なんかこうやったらわかんない。普通に耳かけてそうだけど、実はハーフツイン。まったりだけどたまに強さだった。え、それ関係あるんだ、まったりとかがくっついてるやつ。ありそう、本当にね。あったらいいな。私、ふーちゃんの、あ、そうね、ふーちゃん写真集ね。ね、気になる。今からみんなと相談してって、なんかね、今まであんまりない感じの。そう、卒業記念ね。でもね、今日ね、めっちゃ嬉しかったのね。嬉しいね。てかみんなに今日の公演、特に1日目、今日は見た方がいいよってちょこちょこ言ってたのは、ウィンブルドンへ連れて行ったらやるからでした。やったからでした。もうね、楽しすぎて。私はそれをツイートを見て、私は煮卵が食べたくなったので、ウィンブルドン煮卵を買いました。ウィンブルドンへ連れて行ってだけの公演がいい、でもいいと思ったぐらいウィンブルドンが楽しすぎました。もうだってひなぴよとトロちゃんとかあおいちゃんとかとやったぶり、可愛かったでしょ。みんなノリノリ、自分がもう可愛く映るかとかじゃなくて、いかにウキウキキャピキャピやるかをメインに頑張りました。瀬戸内奈良県ツアーぶり、懐かしいでしょ。ちゃんとあの頃を思い出してキャピキャピの声で、どうあきんかで、木本香音さんが半熟に卵うんってやってるから、それを真似したりとか。超楽しかった。あれはね、心からね、楽しんでるから、うん、なんかああいう曲がやりたくてアイドルになったから、ああいう曲やらせてほしい。本当にもう暗い曲とか似合わないからさ。ちょっとツイート今日中にできそうにない。嬉しい、超楽しかった。あ、でも全体の写真なのっていうかな、ひなちゃんがセンターっていうのも。でもいや、ゆうちゃんも喜んでた。ウケる。そう、でもウィンブルドンの衣装着たかったけど、でも今日花柄のワンピだったからちょうどよかったな。ピアはピンクで私が緑で、でリメリンが水色だったんだけど、だからリメリンが黄色着て、私が水色着ればもうある意味 STA 版ウィンブルドンの衣装みたいな感じだった。マヒちゃんも懐かしがってた。めっちゃ楽しかったな。あ、おいしい。ウィンブルドいつも手につなげると脇にかかってる焼けた顔はきっと太陽の贈り物ね。ちょっと聞いてる今。ちょっと待ってね。ね、ツイートできそうだったら。連れて行って。
ひなちゃんってさ、てん、なんか、ファンってなるよね、声が。私を連れて行ってんってなってるね、ひなちゃん。ひなちゃんの歌声っていつもわかる、なんか、どんな曲でも。あ、えなに、タワー、ありがとうございます。わかる？ご自由さん、瀬戸内 PR 舞台配信ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。わっしょいわっしょい、ありがとう。いや、こちらこそありがとうございますですよ。もうそのこっちがタワーあげたいぐらいなのに見てくれただけで。アイス野郎がいるなぁ。ありがとう。タワー？あ、普通にだからかな。ありがとう。これで飛べるかな。ありがとうございます。優しい、ありがとうございます。タワー2個立てた。チロ、もしかしてタワー2個分立てたでしょ。チロ、アイスです、もらってください。もらうよ、ありがとう。アイスタワー2個出たね、もしかして。すげえ、パフェタワーありがとう。チロ、なんで立てたか知ってるよ。そう、今日はね、1年に一度の特別な日なんだって。でもそれはあまり言ってほしくないらしいから、もうこれ以上。すごい、ツインカワイ好き、ありがとう。じゃなくて、ありがとう。チロ、ありがとう。仕事頑張って。今髪がない。言っとるやないか。あ、メモ帳あったくない？よいしょよいしょ。あ、ホテルの名前書いてない。やった。ちょっと待ってね。貴重な、言っとるやないかい。あ、下を向くのがちょっとツインナーが分からん。本当に、じゃあめっちゃ下向いとこう。ちょうど、飛べそうね、空飛べそう。なんか、これ、足怪我したって聞いてきたけど、変身ないんだけど、そう、こけた、足はこけたの。どうしたらいい？どうしたらいい？PR 舞台、手は割と、手はね、誰にで治った。一日で、すごい人間がすごい。ありがとうございました。うどんのおくんに返事返そうかな。取れた波動したな。なんか、うどんのおくん、この写真送ってきてくれたから載せていい？いや、マジでなんか満身創痍、なんか多分さ、どうかな、はどこへ、どう思う、わかんない、わかんない、わかんないよ。ごじってる、恥ずかしい。いや、なんか満身創痍ってどういう意味だっけ。ハウニョウに言ってくれてるみんな、ありがとう。こ
これ載せていいのかな、どうなんだろう。早く返信欲しいな。マージンサイってどういう意味？早く返信欲しいな。うん、あ、確かにそれの今調べた、満身創痍でやってます。なんか多分4年間、うーん、特に何の不調もなく怪我もなくやってきたけど、多分昨日今日で全部出てる。一個私の疲労骨折的なやつが、一個、あ、なぜ沖ちゃんが、そう、ハッシュタグ、この沖ちゃんのハッシュタグずっと気になってたの。ハッシュタグ瀬戸内 PR 舞台松本ってやつ、ようやくあと4年大丈夫や、ようやく突っ込んでる、ずっと気になってた。なんか、うーん、あの、そう、なんかそういうあだ名をつけたのかなって思ってた。それな、刃治るっぽいよ、樹脂とかで。けどもうこの際なんか刃がなくなるのが嫌で歯の矯正をするかしないか迷ってたんですけど、もう刃なくなったしもう矯正しちゃおうかなって感じ。もうなんかこの前矯正するために歯医者行こうとしたらその日にちょうどロケ入って行けなかったから、もういいやってなってたんですけど、ちょっと、あ、いい、あれに背中を押されたくなって、新曲のカレーサイン付きでいただいちゃいました。よだれ垂らしとこ、よだれ垂らしとこ、あった。めっちゃさ、キズパワーバットからさ、なんか血のさ液が出てくる。私は刃ないや、進出液っていうの、4人の方のやつはめっちゃ溢れてくる。明日載せてもいいですか？明日気持ち悪い、透明出てくる、そう、めっちゃ気持ち悪い。なんか自分の体からこんな液体が出てくると思うと本当に気持ち悪い。あ、そう、歯並びね、綺麗になった。今もこう寝てる時とか移動中とかマウスピースをしてます。まだ完全に終わったわけじゃないので、お母さんの方がいいよね。そうだよね、お母さんの方には仕事ができないから、うん、はい、とりあえず、うん、そうですね、はい、神秘見えてたよ完全に。いや本当人体ってすごいよな。それでは、あ、待って、8月のお風呂めっちゃ痛かったです。お風呂ちょっと8月の対バンもよろしくお願いします。オッケーです。やればお気の毒に、気の毒ですよ。ありがとうございます。あ、確認取れました。全みんなさんと撮ったやつは、個人の方と撮ったやつは明日載せます。ごめんなさい、今日載せれなくて。うーん、ウィンブルドン超楽しかった。そう、それではウィンブルドンしかパターンツイートしたいと思います。いきます。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。楽しかった。通学の電車のどう近く、いいね、抹茶の傷だらけマーチ、青すすすのすぐる、サジブンブン、トクリン、バード、イトッピ、おはっちゃん、コバちゃん、シシシ台湾、スランプ、ヒロト、ナルクル、ジミー、キヨフミ、リツイート、
せいくん、いそけん、サンバ、ヒロト、アキンド、ヒロッピ、ヒーロ、コーラ、あ、イトッピ、イトッピ、ヒーロ、コーラ、次元、夢に向かって、モンガー、リュウジ、札幌のウッシー、メケネコファミリー、ありがとうございます。そう、サイン入りをもらえたの、いいね。そうなんですよ。あ、いいねした、ありがとう。あのね、本当は座んなきゃいけないことをね、ありがとうございます。立って踊ったりね、していいよってダンスの先生は言ってくれてね、ちょっと変えてもらったりした。ちょっとそういうところを、ウィンブルドンどこの国のオーディション、分からない。カレー美味しい、本当に。これゆっくり時間があるときにまた食べたいけど、なんか綺麗に開けるよ。これなんかここから開けれるけど、あのここから開ける私。綺麗に。イギリスなんだ。綺麗に開けよう。賞味期限ギリギリまで飾っとこうかな。賞味期限めっちゃ長い、23年なんですよ。だから2年間ぐらい飾っとこうかな、家に。あ、リツイートもしてきた。ありがとうございます。ございます。そう、しかもこのね、写真ね、帽子かぶってるからもう全然ハーフツイン感なくて。あ、でもおきちゃんハーフツインだ、かわいい。斜めにかぶってる、かわいい。え、私が載せた写真の赤りんめっちゃかわいい。どれ？猫、全体写真載せた。赤りんどれ？かわいい。かわいい赤りんどれ？かわいい赤りん、かわいい。猫みたいな顔してる。かわいい。あ、ほんまや。ユミリン、虚無の顔してるじゃん。虚無の顔してる。なかわいい。ユミ、今日ユミちゃんだね。今日ユミちゃん。今日ユミちゃん。わかりました。ユミちゃんって言われる。今日ユミちゃん、5歳の顔だね。ユミちゃん。5歳、STU5 歳。5歳。STU5 歳。ユミちゃん。じゃ、もうね、もう、そう、今日で多分見納めぐらいのレベルです。でもハーフチュイン、本当に皆さん、あかりんとふーちゃんにぜひ感謝を。あかりん号はね、うん、明日はね、うん、超高いポニーテールにするから、 STU 史上一番高いポニーテールにするから。期待しとく。なんてかっていうと、うん、あのでっかいリボンあるじゃん。あ、はい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 、はい、あれを生かした。ああ、え、だからさ、高見田さんみたいな感じってこと。そう、ミスユ。ああ、なるほどね、うん、よき。え、私明日、はい、明日、はい、あかり先生、明日髪型決めるってこと。うん、そう。でもな、え、フラワーの時何の髪にしたの。フラワー、あの、あれじゃん、ちょっと外のやつ。ああ、私がダメ出しした日。あ、そうそうそう、そうです。ごめんね。そうじゃん、ごめんね。そうだよ、そうでした、そうでした。最近あかり先生プロデュース、実は、まあ、今日ももちろん決めてもらったのもあるけど、今日のなんか幕巻かないとか、あとイメリーハーフツインの量やるとき、今後それぐらいにしてね、うん、取る量は。でも分かった。これよりいっぱい取ったら多分あなたがボーンってなっちゃう。なっちゃう。そう、なんかこの紙取る量とか、そう、いろいろアドバイスをもらいました。メンバーを可愛く見せたい隊長だから。あかりんプロデュース公演早くやってほしい。髪型の。え、もうなんか全部プロデュース。全部。うん、全員にミニスカ履かすけどいい？ミニスカでもロングブーツだよ。あ、へえ、でも履き。気になる。イギリス人的な。あ、なるほどね。じゃあ頑張ります。そのために。ロングブーツ履きたいよね、STUの衣装で。え、いいね。ないもんね。そういうのできないかな、ミニスカロングブーツ。いい。え、だからもう衣装もあかりんプロデュース。
ハルルに作ってもらうか、ハルルに。あ、確かハルルに作ってもらったらいくない？絶対可愛いよね。それかもう既存のやつでアカリンが選んでくれてとかで、まあ毎回ってなるとアカリンも大変だから、初日はアカリン髪型もプロデュースみたいな。やばい、全員ハーフツーにしちゃうかも。またそれはちょっときついですね。ダメ。でもアカリンの公演だったらなんか許されそう私得なだけじゃ ん私がなんかね、プロプロメンバーのハーフツー見たいだけじゃん。それでもそれをなんかファンの人も分かるじゃん。もう福田がなんか福田がなんか見たかったんだろうなっていうのは分かるし、でもそれもさ、ファンの人も見たいわけじゃん。なんかあかりんが見たいやつって大体そうなのかな。ハーフツー見たいかな。ペロペロ公演、あ、もう公演名決まりました。はい、僕たちのペロペロ公演それなんかいろんなところに怒られそうだけど大丈夫大丈夫？僕たちのペロペロ公演。ペロ公演。え、でもペロペロ公演だったらさ、私メンバー選ばれなさそう。別に。確かにペロペロメンバーではないな。ペロペロメンバーじゃないし、ペロペロメンバーで普通に16人組めるじゃんきっと。組めない組めない。組めない。みんなどんどん背が高くなっていくの。ああ、じゃあペロペロ引き立てたい、いや引き立てたい。ペロペロ引き立てたい。全部全部なんか。端の方で頑張って引き立てる、頑張って。僕ペロ公演、僕ペロ公演、ハッシュタグ僕ペロ最悪だねなんか民度下がりそうリムリンの足の髪型何が、何じゃあ希望は何。あ、皆さんもじゃあなんかありますか、明日の髪型。私の、え、髪飾り何、蝶々か、蝶々、二連蝶々。ああ、あの羽が生えてるみたいなやつで、やつか、羽じゃない、蝶々が頭から生えてるやつか。あ、うん、あれ可愛いよね。それ可愛いよね、うん、ポニーテールツイン。え、でもポニーテールはあかりんがやるから明日。フーもポニーテールだよ。あ、へえ、分かんないけど。でもツインじゃないよな。ポニーツインはね、もうちょっと、しかもなんかこの長さで、え、三つ編みはっていうか、あ、三つ編み、確かに。あ、でも三つ編みもあれちょっと短い、どう、まだ短いの髪が。ちょっと三つ編みする、あれにしたら、なんか上から編んで下の方はちょっと巻くみたいな。上から編んで、私が生誕祭とかでやるようなやつ、いつのやつ、次みたいな。上の方から編んでって耳の下からはツインになるみたいな。あ、こういうやつ。あ、そう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 。ああ、あれがボンってなるからどうだろうね。でもあの衣装ってだったらさ、巻いても可愛いよね。あ、可愛い絶対。編みたらしとはどう。編みたらしって何。あ、ここはここだけ編んで、見てみたいかも。いろいろ試せば。あ、いろいろ、このやついろいろ試せば。確かに確かに、編みたらしとかあんまやんないもんね。え、でも一時期やってた。そうだっけ。陸上公園とか。ああ、あの1週間とか行った時。ああ、私多分ね、それは行ってないんだ。1週間やったことない、私陸上公園。下バンズとかの時。そう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 、とか出張公園とか。ああね、うん、何、でも顔がさ強いから結局さ何でも似合うけどさ、でもどうせならさより可愛いやつがいいじゃん。あかりいろいろ考えてくれるんです。え、でもファンの人からしたら、うん、本当はツインテールが見たいかもしれないじゃん。だから福田がツインって言わなかったからみたいになったらやだ。それは多分あかりにツインって言われても私は嫌って言ってると思うそうなんだ。うん、だってあかりに、今日ハーフツインしてって言われても普通に断るけど、今日はみんなでやりたいと思うけどどうだったから、生きれた、頑張った。え、てかあれがいい、ノーエーマンのやつ。あ、編み込みか、ここの、うん、だってさ、あれあの衣装首詰まってるじゃん。だからあれしてさ、確かに、あー、首のライン出したりとか。確かに、しかもあの髪型あかりに結構褒めてくれるよ。うん、だし蝶々合いそう。あ、確かに蝶々合いそう、大きいしね割と。うん、え、いいじゃん、ノーエーマンのやつ。あ、いい、あ、なん
か見えた。見えた？見えた。やってみようよ。あの衣装に合うか。合うと思う私。合いそう。ね。合いそう。決まりました。ノーエマ。何かわかんない人は明日の配信を見て。ノーエマ。見てください。あの髪型好き私。嬉しい。頭の形が綺麗だからそれが出るじゃん。ちゃんと。嬉しい。確かにノーエマ。これしてた歌番組見えた見えた。さすがあかりん、イエーイ。滝のおめでとう。隊長です。隊長です。あ、もともと可愛い滝のをもっとなんか可愛く見せたい。優しい。なんか多分私のファンの人とかなんかユミリンこれやったらいいんじゃないかって、私により多分あかりんに言った方がね早い気がする。ウケる。なんかユミリン聞いてあげないの。いや私あうへえ、なんかそのさ、うん、なんかなんだろうな、はあへえってなって、うん、あそうなのかってはなるけど、うん、なんかそう、それを例えばあかりんに言って、うん、でもいやそれはなんか違うってなったら違うし、うん、いいってなったらゆみりに売り込みに受ける。でも本当に今日のハーフツインかわいいね。嬉しい。これいいよね。なんでさそんな絶妙なポジションなんだろうね。すごいね。ね、すごい。1センチさ下に行ってもおかしいし、1センチ後ろに行ってもおかしいよね。え、そうだよね。しかもさこの私の毛量の多いので、うん、よくさこんななんかちょっと毛量少なそうな子がやるような感じにできたよね、うん、すごいすごい。これはもうヘアメイクさんと福田あかりの連携プレーです。私は何も言ってないけど、すごい。でもめっちゃ似合ってる。嬉しい。ちょっとこれは嬉しい。テンション上がる。テンション上がる。なんか可愛い。この髪型可愛い。嬉しい。ファン最強ね。本当に。あ、もう10時半なんだ。はい、ね、だ始めたら遅かったな。私もうじゃあ終わります。滝のありがとう、みんなありがとうございました。あ、これ明日朝ツイートしたいから朝配信しよっかな。もう明日平日なのか。普通にみんな体調の場を消化してる。平日なのか。明日そっか。え、なんか10時とかにやったら怒ります。15分だけ全然なんかもう見れなかったら見れなくて大丈夫です。自己満足の自己満足の継続配信なので、うん、あ優しい。まあダメって言えないですよね。全然見れない方は全然もう私が多分15分間ボケとして終わるだけなので、もうメール見てくれたら、はい、多分全て。明日のショールーム15分で何したか全部メールに書くので、それで許してくだされということで、じゃあ明日は10時から朝配信いきます。ね、楽しみ。ありがとう。そう、明日ちょっともしかしたら夜配信できないかもしれなくって。そうなんです。今日もね終わってからいろいろちょっと打ち合わせとかあって、うん、
ツの見どころは。でも今日は全然早く終わったから普通に高いポニーテール全普通に配信できたんですけど。初めて。そう。そう今日 MV がね。わかんない。人間関係の時に MV がバックに流れてて、自分がやってる曲の。そうなんです。MV が本当同じタイミングで後ろにバックに流れるって初めてだったから。うん、ありがとう。なんか。どんなになるんだろうと思うんだけど、結構良かった気がする。迫力があったし、なんか一つやる舞台。じゃあ終わります。ライブに来たな。13位、今日の僕は嘘さん。ありがとうございます。12ソフトクリームさん、ありがとうございます。11ミズさん、ありがとうございます。10ヒロさん、ありがとうございます。9位ナットさん、ありがとうございます。8位フォルさん、ありがとうございます。7位トリダーさん、ありがとうございます。6位ヒロカズさん、ユミにガチ恋中、40枚お話って回追加した。あ、追加で40枚ってこと、すごい、ありがとう。あ、変わった、変わってない。もう一回読もう。13位、あ、でもこの辺一緒か。今日の僕は朝さん、ありがとうございます。ソフトクリームさん、ヒーローさん。10位ミズさん、ありがとうございます。9位ナットさん、ありがとうございます。8位フォルさん、ありがとうございます。7位トリダーさん、ありがとうございます。6位おいでませ元気さん、配信見て楽しかった、頑張りゆみりん、頑張りゆみりん、ありがとうございます。5位スワンプくんさん、お疲れんこはん、普通に可愛すぎてキュンです、ありがとう、キュン。4位金友さん、髪型神です、うっす、あ、うっす、ありがとう。結構ね、やらない私、ありがとうございます。3位コーラさん、先ほど初めてアリーナで対戦できました、ゆみりん、ありがとう。あ、よかったです、よかったです、それはよかった、ありがとうございます。2位ひろかずさん、ゆみりんにガチ恋中、あ、さっきも言ったね、ありがとうございます。1位がゴジンさん、ゴジンさんで合ってる、ドーチ PR 舞台、配信ありがとう、こちらこそありがとうございます。タオもありがとうございました。結構硬いはずなんだよね。しょしょ、なんか今までありがとうございます。ライブぶつけたことって何回もあったんだけど、明日のラッキーさんはなんかハって折れるんだね、私人生モンガーさん、ありがとうございます。ハートいっぱい、ありがとうございます。はい、顔かけてるわ。それでは最後までありがとうございました。覚えてないけど、明日も一日頑張りゆめりん。それではおやすみなさい。バイバイ。